どうも皆さんこんにちは。今日も映画館を目指して駆け回るボーボーイ、ウプ主のヨッシーです。味噌汁すぎてるのにボーイはいかがなものかと、ゆっくりの霊夢です。ということで今回もやっていきましょう。今回の映画は待ちに待ったこの作品、マッドマックス、フューリオサ。マッドマックスシリーズの最新作ね。マッドマックス怒りのデスロードの人気キャラクター、フューリオサを主人公としたスピンオフ作品で、最強のバイカー軍団を率いるディメンタス将軍によって故郷から連れ去られたフューリオサが、復讐を果たすため狂気の世界で生き抜いていく姿を描いた話だね。監督は怒りのデスロードに引き続きジョージ・ミラー、シャーリーズ・セロンが演じてたフューリオサを新たにアニア・テイラー・ジョイ、最強の敵ディメンタス将軍をそうなどでおなじみのクリス・ヘムズワースが演じております。ということで行ってきましたフューリオサ。IMAX 字幕版と吹き替え版の計2回見てきました。前作の怒りのデスロードから9年ぶりと久々の新作ね。長く待たされましたがその分期待も膨らんでた一作です。個人的には今年一番楽しみにしてた映画ですね。前作が本当に凄まじい高評価だったからね。今回もめちゃくちゃ期待してた人は多いんじゃない？前作がどれだけすごかったのかは語り出すと止まらないので今回は割愛しますが、まだ見たことのない人は絶対に見てほしい一本です。一応シリーズ4作目ではありますが過去作は全く見てなくても問題ないので、今回のフューリオサの前でも後でもいいのでぜひご覧ください。今回はスピンオフだから前作とのつながりは結構ありそうだし見ておいた方が良さそうね。一応単体の映画としても十分楽しめるようにはなってますが、やはり怒りのデスロードにつながるような作りにはなってますので、2本セットで楽しむのが一番だと思います。そんな今回のフューリオサ、怒りのデスロードで登場した主要キャラ、というか実質的な主人公でもあったフューリオサが主役の前日談となってます。フューリオサがメインすぎて肝心の主役であるマックスが若干脇役感あったぐらいだったのよね。それだけシャーリーズ・セロンが演じたフューリオサが魅力的なキャラクターだったんだと思いますが、そんな大役を新たに演じてるのがアニア・テイラー・ジョイですね。シャーリーズ・セロンが超ハマってたから結構難しそうな役だけどどうだった？完璧ですね。しっかり若き日のフューリオサとして全く違和感ないですし、残酷な世界で生き抜く強さにまだ若いゆえの脆さもあって、フューリオサとして文句なしのハマりっぷりでした。特に本作は前作以上にセリフも少ないので難しい役だったと思いますが、見事に演じ切ったと思います。噛み切った後とか本人にしか見えないもんね。そんなフューリオサと相対するのがクリス・ヘムズワース演じるディメンタス将軍。こちらもなかなかインパクトのある悪役になってます。アベンジャーズの僧とかでおなじみの人だよね。ワイルド系ヒーローから悪役になった役者だとジェイソン・モモアを思い出すけど。確かに似てるところがある二人ですが方向性は結構対照的ですね。モモアマンの方は常に先手先手を取ってくる非常に計画的なサイコパスリランなのに対して、ディメンタスの方はかなり行き当たりばったりというか、その場その場の行動が目立つ悪役で、かなり小物感もある悪役です。それってかなり無能な感じがするんだけど悪役として大丈夫なの？バイカー集団をまとめるだけのカリスマ性はありますがどっちかといえば無能寄りな人物ではあると思います。実際劇中でも部下が離反してたりもしますし、ただなんだかんだ妹誕生の拠点の一つを乗っ取って交渉する戦略や度胸もありますし、何をするかわからない作中トップクラスの強人でもあるので、しっかり存在感のある悪役でもあります。クリス・ヘムズワースが演じてることで精神的な不安定さも出てて、近年のソートかタイラー・レイクで培った演技力が生きてるキャラだと思います。確かにここ数年のクリス・ヘムズワースってそういう感じの役が多いわね。やってることはえげつないことばかりで正真正銘のクソ野郎なんだけど、彼もまたこの狂気の世界に狂わされてしまった人物であるようにも見えて興味深いキャラです。クリス・ヘムズワースもかなり楽しそうに演じてるのもいいところです。モモアマンもクリヘムもヒーローよりヴィランを演じてる時の方が生き生きしてる感じがあるわね。あと本作で特に印象に残ったのはトム・バークが演じてるジャックというキャラで、某タンクを運転してる警護隊長であり、中盤フューリオサの相棒的ポジションとして活躍するキャラなんですが、フューリオサとの抜群の相棒感がたまらないキャラです。どことなくマックスとも雰囲気が似てるところもエモいですし、中盤はこの二人のバディモノとして非常に楽しめました。シリーズの顔であるマックスの不在もこのキャラがしっかり埋めてくれてる感じね。前作から引き続き登場してる妹誕生やオーボーイズも良かったです。ディメンタスと比べても格を落とさないような存在感もありましたし、オーボーイズの妹誕のためなら簡単に命を捧げる狂気的な忠誠心のヤバさ、何より妹誕の軍団の恐ろしさが描かれてましたね。その辺も含めて怒りのデスロードでは書けなかったところも結構描かれてて、名前だけ出てたガスタウンとバレットファームが舞台として登場してたり、何より前作以上にこの荒廃した世界の過酷さ、常に人間同士で奪い合い殺し合う弱肉強食の世界をよりしっかり見せてくれたのは良かったです。アクションはどうよ？怒りのデスロードはアクションがとにかく最高だったから今回もかなり期待してたんだけど。もちろん前作にも負けず劣らずの素晴らしいものです。特に中盤での某タンクを中心にした攻防は今回も最高でしたし、アクション一つ一つのキレもあって何をしてるのかも見やすい。
前作にはなかった空中から攻めてくる敵とかのアイデアも面白かったですし、防タンクとかいろんな車の機能とかも活かしてて最高のアクションが満載でした。いろんな車やバイクのデザインも中二心をくすぐられていいんだよねこのシリーズ。といった感じで普通に見る分ではめちゃくちゃ面白い映画なのですが、怒りのデスロードと比べるとどうしても物足りないと感じるところも結構あるんですよね。これは本作が悪いというより前作が凄すぎたというのも大きいのですが、特に尺の長さは気になるところです。今回2時間半ぐらいと結構伸びてるんだよね。怒りのデスロードは怒涛のアクションの連続や重厚な物語がぐっと詰まってるのに、それが2時間というちょうどいい尺に収まってるのが見事だったんですけど、今回は30分も伸びてる上に前作と比べてややテンポの悪さが気になるんですよね。特にジュリオサが本格的に活躍しだすまで、つまりアニアテイやラージョイが出てくるまでが結構長くて、5章で構成されてる中で3章目でようやく出てくるので、そこまでが長く感じてしまうというのはあります。だいたい1時間ぐらいは出番ないのね。それは確かにちょっと長いかも。別に1章2章が退屈というわけではないんですけど、主役が動き出すまでちょっと時間がかかるのは気になったところです。前作が行って戻ってくるという超絶シンプルな構成の中に驚くほど中身の詰まった作品だったので、それと比べるとどうしても中身が薄くなっている印象はあります。普通の映画として見れば十分大盛りの映画ではあるんですけどね。あと一番物足りなかったのは終盤で、ディメンタスと異毛誕生の勢力が全面戦争になるんですけど、この辺ほとんど見せてくれないんですよね。え？悪役同士の激突とかめっちゃ盛り上がりそうなのに。ほとんどカットで気づいたらディメンタスが敗走してる状態です。まあ本作はジュリオサの視点で描かれてるので、彼女が関わってない戦いは描かれないのもわからなくはないんですけど、クライマックスの盛り上がりとして軍団同士の激突は見てみたかったなと思うところです。でもそこは飛ばした分ジュリオサとディメンタスとの最終決戦がすごいとかそういうのじゃないの？そこの戦いもこれまでと比べるとちょっと地味というか物足りない感じでした。二人の戦いの決着自体は納得のものなんですけど、そこに行くまでにもうちょっと派手なバトルが見たかったです。といった感じで物足りなさを感じるところもありますが、これも全て怒りのデスロードが圧倒的に高いハードルを作ってしまったせいなので、普通に映画としては十分傑作と言っていいレベルだと思いますし、本作を見た後にまた怒りのデスロードを見たくなり、怒りのデスロードを前以上に楽しめるようにもなる見事なスピンオフ作品でもありますので、ぜひとも2本合わせてみてもらいたい作品です。ぜひ劇場でご覧ください。なんだかんだマッドマックス面白いし続編もやってほしいわね。一応次のアイデアもあるらしいのでぜひともやってほしいところです。あとジョージ・ミラー監督、クリス・ヘムズワースのことを相当気に入ったみたいでまた一緒に仕事するのにかなり前向きらしいですし、もしかしたら相互作目をやる可能性もあるかもですね。ジョージ・ミラーが MCU 参戦、それはすごい気になるわね。それにジョージ・ミラーってエデンジャスティスリーグの監督をする予定だったけど中止になった過去もありますし、ワンチャンアベンジャーズでリベンジとかになったら結構熱い気がします。何にせよマッドマックスでもそうでも何でもいいからジョージ・ミラーのアクションはもっと見てみたいので、次回作を楽しみにしたいと思います。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も。ゆっくりしていってね。